が選手もいる中で、どんな戦いになってくるんでしょうか。最終コーナーへと向かっています。この隊列になんとか追いついたというような選手もいるんですけれどもね、隊列がおっとおっとちょっとラインから外れてしまっている、元のポジションに戻っていったという形だったんですか。スタートは切られていません。もう一周です。いや、かなりの、路面がですね、かなり雨量が多いような状態になっています。優勝を飾っています。どこのレースも今シーズンは雨のレースはなかったような鈴鹿選手権なんですけれども、ここに来て9月の大会は雨天ということになりました。隊列が再び戻ってまいります。FS125X30 クラス、ボールがいない状態でスタートという形になりました。スタートは切られています。監督がスタートになりました。酒井龍太郎がトップというような状況、そして2コーナーから立ち上がってくるところ、酒井龍太郎が先頭、そして2番手につけていますのが吉田茂となっているでしょうか。さあ、かなり水しぶきが高く上がっている中で、酒井龍太郎が先頭というのだけは分かります。ドライバーの腕が消費いたします。マックスマスターズクラス、ゼッケン62番のドライバーの方は南上市1回目でお越しください。マックスマスターズクラス、ゼッケン62番のドライバーの方は南上市1回目でお越しください。決まりました。2台が後方部、1台はですね、これは北海道から参戦をしているドライバーの本間永吉、そしてもう1がいるような状況です。さあ、ホームストレートに戻りました。酒井がこれはもう本当に勢いよく走っていきます。2番手には奥川、そして3番手争いがここは三塩と、そして松井久志のバトルになっているんですけれども、第1コーナーから2コーナーにかけて、ここは本当にわからないですね。先頭を行きますのは酒井なんですが、2番手の奥間康生、何がわからないかというのはどのような展開になるのかがわかりません。先頭を行きます酒井と奥間の差なんですが、今後6秒メインストレートを通過した段階ではありましたが、今はもうピタッとつけた状態で S 字からプライ25アレートを向かってきているんです。先頭は酒井龍太郎、2番手には奥間康生、そして3番手につけていますのが、今イエローフラッグにが振られていますニアピンのこの区間に入っていきますが、3番手につけていますのが松井咲のように思われますが、どうでしょうか。先ほど1つ前の周回で、接触になってしまったのが本間と、そして村田だったという情報をいただきました。そしてこの周回メインストリート戻ってまいりまして、やはり3番手には松井、そして環境輸出は4番手にドロップ、その後ろにはティモテイが5番手、その後ろ6番手には吉田茂となっています。トップと2番手との差は今回4秒という形になりましたが、このバックストレートに、特に奥間康生がその差を詰めていきます。先頭は酒井龍太郎、2番手に奥場高生です。そして3番手につけています松井咲は1つ前の周回ではパーフェクト記録しています。タイム1分2秒265です。3番手松井咲、その後ろから白のヘルメット、こちらが柏義友でしょうかですかね。そして今まだこのヘアピンのところはイエローフラッグが振られている状況をパーティーコーすることはできません。カジオの後ろなんですけれども、カジオの後ろ、こちらがティモフェイというところなんでしょうか。ほとんどもう水しぶきが高くて見えづらい状況が続いているんですけれども、ティモフェイは今私の目視ではですね、これで小さく立ち上がってくる選手の後ろ、そうか、4番手にティモフェイで5番手にカジオというところなんですね。そして7番手には勝田祐希、8番手には松井海斗、9番手には石上春樹、10番手には金武段となっています。さあ、トップと2番手との差がかなり接近をしていたというのが1つ前の周回で、この周回では前を捉えていきました奥間康生が先頭に立ってまいります。そしてポールからスタートの外した松井海斗なんですが、現在は8番手というところです。さあ、そして先ほど接触のありました村田なんですけれども、今再スタートをしたかと思うとパルクフェルメの方へと街を向けていきます。リアピンから立ち上がってくるところです。先頭を走りますのが奥間康生、2番手には酒井龍太郎です。重さが今どのくらいになってくるでしょうか。メインポスト戻ってきましたら確認をしていきたいと思います。あ、そして下り 25R のところでは1台がマシンを止めてしまいました。そうですね、チェッカーナンバーは27番松井海斗です。松井海斗、ポールからのスタートの松井海斗、ポールからスタートの予定でした松井海斗、8番手をその前の周回では走っていました松井なんですけれども、マシンを落ちてしまいます。現在ランキングトップのドライバーです。そして奥間光成の速さが著しいですね。スクーデリアトレーントップから参戦となっています奥間光成なんですが、タイム1分2秒224を記録していまして、現在トップ独走です。そして2番手3番手が接近をする形になりました。2番手坂井のインサイト、すいません、ここはちょっと入れない。かなり接近をしてからのオーバーテイク、ここはですね、特に下り25を狙っていこうとすると、ここはまた水たまりも深くありますので、ここは入りきれないというところだったんでしょうか。坂井隆太郎が2番手抜いて、その下からティモフェイがいいペースで上がってきています。カーナンバー32番のティモフェイです。その後ろからですね、現在4番手を走っていますのが梶尾義友です。最終コーナーから立ち上がってきます。坂井の後ろにはイグラサム・ティモフェイ、その下に梶尾義友が自己ベストのタイムをマークしながら5周終了、6周目へと入ってまいりました。ラップタイム自己ベストで1分2秒684です。それに対しましてトップを走ります奥間光成がファステストの記録1分2秒224です。ファステストはこの周回ではありません。さあ先頭いきます、この奥間光成は今 S2 なんですが、2番手3番手がまた接近をしています。特にティモフェイが狙ってくる、今度こそ第25R、マシンを振っていく、2番手にこれは出場という形になりました。ティモフェイが前を行きます。坂井龍太郎を捉えまして2番手に上がり、3番手に坂井龍太郎、そして4番手につけていますのが梶尾義友ということになります。12月までレースがあるというこの日本製の FS125 ですが、さあ坂井龍太郎のインサイドを最終コーナーに飛び込んできました梶尾義友なんですけれども、クロスラインを取って坂井龍太郎がまた3番手に上がります。かなり雨足強いですね。もうコース上でもスピンを切ってしまう選手たちも多く見られるようになりました。6周終了、7周目です。残り周回は4周です。先頭へ行きますのが奥間光成、1秒4の差をつけて2番手には渋谷智樹モフェイ、そして3番手には坂井龍太郎、その後ろには梶尾義友がまた接近してきます。4コーナー、ここでまた競り合いになった。横並びになって S 字で横並びです。そして前にいるのは梶尾義友のように見受けられる、そして後ろからは坂井龍太郎、第 25R で入っていくことができるんでしょうか。3番手には梶尾義友がいた。そして坂井龍太郎が今4番手の位置です。ヘアピンから立ち上がってきます。順位を入れ替えてこの周回戻ってくるという形になるんでしょうか。そして坂井龍太郎の後ろなんですけれども、吉田事件、今回 FS125 は初参戦となっています。ジュニアマックスに出場をしていたドライバーが今回は X30 に参戦というところで、いい形で、タイムトライアルもウェットコンディションの時に3番手というところからのスタートとなっています。現在は5番手を走行中、そして6番手には松井咲、7番手には角田優心、8番手には池上春樹というふうになっています。そして今メインストレートを通過していきますのが菊田明宏、現在9番手。その後ろなんですけれども、今最終コーナーへと向かっていきます。こちらの3台ですが、こちらは沢口直樹を先頭にしました。こちらの集団となっています。沢口、大津、そして金ベダンというようなオーダーとなっています。新ベダンがこの周回で順位を2つ落としてしまったのは1つピンがあったからという情報が入ってまいりました。さあ一方で先頭いきます奥間光成なんですけれども、ペースがいいなというふうに言っていました。ファステストも取っていたんですけれども、あっという間にですね、ティモフェイのペースの良さ、そしてこの走り慣れたという形なんでしょうか。走り慣れた方、どうでしょうか。それからどれだけこの上と走っているのか、持ち前の腕という形なんでしょうか。ティモフェイがトップを捉えました。残り周回2周となります。ラップタイムは1分2秒536というところで、このコンディションで1分2秒台出てるっていう選手は誰もいないんですけれども、その中で1分2秒536を記録しまして、ティモフェイがトップに立ってまいりました。ATF カードのこのレースに参戦するようになったのっていうのは、ティモフェイ選手にとっては1年くらいだと思うんですけれども、いやこの速さって素晴らしいですよね。またそのチームエマティの車作り、マシン作りといったところもしっかり当てていったというところがあると思うんですけれども、ティモフィがトップに立ってまいりました。残り周回が1周半となります。あっと川さんが2周ゴールのところでは1体がノーダウンになってしまったという予報が上がってまいりました。スピンをして再スタートをしていったんですね。雨足がかなり強くなってまいりまして、もう本当にマシンの後ろから高い水しぶきが上がっている状況が続いています。先頭に行きますリグラトブ・ティモフィ、残り周回1周ファイナルラップへと入ってまいりました。首都との差も大きく広げまして、1秒47の差となっています。先頭はティモフィ、鈴鹿でのトップチェッカーというのはもう初ということだと思います。FS125、X30 クラス、今日もですね、チャンピオンをが決まるという可能性もあったんです。でもかなり条件が合わないとというところがあったんですけども、現在ランキングトップの松井海斗選手は止まってしまっているというようなこともありまして、今日チャンピオンを決めるというのは難しいかなというような状況ではありますけれども、その中でこの9月の FS100 速130クラス、なんとトップに立っていったのがランナップは32番のチームエマティから参戦のリグラトブ・ティモフィラップタイム的にも他のドライバーを圧倒するようなそんなタイムを叩き出しながら最終コーナーから立ち上がってまいります。チェッカーのフラッグが用意されました。そして初の鈴鹿トップチェッカーを受けていきますのがリグラトブ・ティモフィ、後ろとの差を3秒9広げる形になりました。2番手には小熊康生、3番手には酒井龍太郎、4番手には梶尾義友、5番手吉田次元、6番手松井久輝、そして7番手には勝田優心、8番手には吉田明宏、